皆さんこんにちは。2008年にドラマ「スクラップティーチャー教師再生」で俳優デビューし、現在高い人気を誇る間宮祥太朗さんですが、7月8日結婚発表がなされ、大きな話題を呼んでいます。間宮さんの結婚相手や間宮さんに関する気になる情報をご紹介します。さて、8日に行われた結婚発表についてですが、間宮さんは公式サイトで以下のように結婚を発表しました。聖火の功、皆様におかれましてはますますのご精鋭のこととお喜び申し上げます。私事ではございますが、この度かねてよりお付き合いしている方と結婚する運びとなりましたことを謹んでご報告させていただきます。仕事でお世話になった方々、応援してくださるファンの方々、これまでの人生で関わり支えてくださった皆様のおかげで、こうして節目を迎えられること誠にありがたく存じます。まだまだ未熟ではございますが、より一層励んでまいりますので、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。結婚相手の正体については正式に明かされていないものの、様々な考察がなされており、大きく分けて2人いるとされています。これまで間宮さんと実際にマスコミに報道された彼女は3人いました。1人は先ほど紹介した現在の彼女 A さん、残り2名はモデル女優として活躍してる七尾さんと、モデルとして活躍している大小曽花凛さんです。一人ずつ詳しく見ていきましょう。まず A さんに関してですが、2023年4月25日に週刊誌フラッシュにて俳優間宮さんの熱愛が報じられました。間宮がリードを引く中型犬の散歩を1時間ほどゆったりと楽しんだ後、2人は揃って間宮の自宅へと帰っていった。彼の不在時には A 子さんが犬の散歩を一人で行うこともあるという。報道によると、すでに間宮さんと A さんは半同棲状態とのこと。もともと A さんは自分のお家があるようですが、最近は間宮さんのお家にいることが多いと言われています。間宮さんの事務所は交際に肯定も否定もしていません。今回 A 子さんとの半同棲生活を間宮の所属事務所に確認すると、お答えする義理はありませんが、本人に確認しますと答えるのみで、否定も肯定もしなかった。過去にあった熱愛報道では、間宮さん事務所はしっかりと交際を否定しています。しかし今回否定していないことを考えると、間宮さんの現在の彼女は A さんで間違いないようです。しかし現在の彼女とされる A とはどのような馴れ初めで交際がスタートしたのでしょうか。先ほど少し記載しましたが、間宮さんと A さんは古くからの友人とのこと。一度疎遠になった後に再会し、交際へと発展したと報道されています。もともと彼の古くからの友人で、一度は疎遠になったそうですが、数年前に友人を介して再会したことが交際のきっかけになったといいます。古くからの友人ということなので、間宮さんがデビューする前から知り合いなのかもしれません。間宮さんと現在の彼女の交際期間はどのぐらいなのでしょうか。週刊誌の報道によると、すでに交際して 2,3 年は経っているとのこと。ということは2020年から2021年にはすでに現在の彼女 A さんと交際していたということです。2020年から2021年は間宮さんがドラマや映画に多く出演していた時期、忙しい間宮さんを支えていたのが現在の彼女 A さんでした。去年の4月にあった報道では、一緒に間宮さんの自宅へ帰ったり、犬の散歩を A さんへ任せてたりしています。間宮さんについての報道では、間宮さんはお酒好きで、コロナ禍前はよく会員制のバーで飲んでいました。アルコールが入るとちょっと口が悪くなる嫌いがあるのですが、その分フレンドリーになるんです。お店に来ていた女性と仲良くなることも多かったですね。ところが A 子さんと付き合い出した頃から、そうしたバー通いはなくなりました。コロナが収束しつつある最近になっても、彼がバーに行くことはめったにありません。 A 子さんと過ごす
家での時間を楽しんでいるのではないでしょうか。このように現在は外でお酒を楽しむことがなくなったということは、 A さんと自宅で過ごしているということになります。次にモデル、女優として活躍してる七尾さんと間宮祥太朗と七尾さんが報じられたのは2015年5月、5月28日発売の女性セブンで俳優の間宮祥太朗とのお泊まり愛が報じられた七尾。デートをしていた都内のダイニングバーは以前から間宮の行きつけのお店だった。実は七尾がこの店を訪れるのはこのデートの日が初めて。自慢の彼女を連れて行ったことからも間宮の七尾への本気度がうかがえる。目撃情報があった翌日には再度飲食店で落ち合い、連泊デートと話題になりました。また2013年に放送されたドラマ「ミス・パイロット」で共演したことをきっかけに親密になったようですね。七尾さんより5歳も年下だけど男気もあって、そんな彼に七尾さんも自然と惹かれていったそうです。今まで年上との交際が多かった七尾さんですが、いつもそばにいてくれた間宮さんに徐々に惹かれていったとのこと。2時間ほど食事を楽しんだ2人は店の前でタクシーに乗り、七尾の自宅マンションへ。約5時間後の朝6時半過ぎ、お泊まりを終えて1人マンションから出てきた間宮は電車でドラマの撮影現場へと向かった。そしてこの日の夜、再び七尾と間宮は同じ店にいた。実はここは2人のデートスポットになっており、連日ラブラブな様子が目撃されているという。このような報道があったため、2018年末に報道された情報番組「直撃ライブグッディ」にて間宮祥太朗さんと七尾さんは結婚間近とも言われていました。しかしお二人の事務所は交際を否定し、2018年放送のドラマ BG から身辺警護人挨拶時に間宮さんは七尾さんへ何度か視線を送っていましたが、しかし七尾さんは目を合わせなかったと言われています。このことを考慮すると、間宮さんと七尾さんは報道時交際はしていたもの、2018年にはすでに破局していた可能性が高いです。そして大小曽花凛さんについてですが、2人の熱愛報道が報じられたのは2019年4月。俳優の間宮祥太朗が人気モデルと堂々交際中であることが分かった。当時花凛ちゃんは有名ミュージシャンからも口説かれていたくらいモテる子ですが、間宮さんを選んだ。この合コンにはタレント誰のがれ明美さんや有名ミュージシャンも参加していたんだとか。その合コンの中で間宮祥太朗さんを選んだということのようですね。また間宮祥太朗さんは大小曽花凛さんの実兄の結婚式に出席し、両親公認の仲だったんだとか。結婚式参加者の話では、彼女はお兄さんの結婚式に間宮さんを連れてきてお母さんに紹介していました。周囲の目を気にすることなくイチャイチャしていたので、こっちがびっくりするくらいでした。両親公認ということで、間宮祥太朗さんと大小曽花凛さんは結婚秒読みと言われるようになりました。間宮祥太朗さんと大小曽花凛さんの交際の事実は確認できませんでした。熱愛報道後、間宮祥太朗さんの事務所は大小曽花凛さんとの交際をと否定しています。2019年4月に熱愛報道後、ツーショット写真や続報はありません。間宮祥太朗さんは A さんと2023年の時点で交際時点で 2,3 年とのことでした。実際に交際していたのかもしれませんが、間宮さんと大小曽花凛さんは2020年には破局していた可能性がありますね。その他にも広瀬すずさん、小林風花さん、馬場ふみかさん、川栄里奈さん、麻生久美子さん、土屋太鳳さん、桜井日奈子さん、上白石萌音さん、森川葵さん、清原果耶さん、春さんといったそうそうたるメンバーと噂があったのです。さてこれまで様々な女性との熱愛が噂された間宮さんですが、2018年9月10日に放送されたしゃべくり7では、大好きな女性芸能人として
ある女優の名前を明らかにし、性癖を暴露する場面がありました。番組関係者は、間宮はしゃべくりメンバーから質問攻めにされて困りたいという朝ドラ俳優として番組に登場。出演者から、プライベートでいつキスしたの？という質問には口を濁す一幕もありましたが、勝負アンダーウェアの色は何色？という問いには、黒くてゴムの部分が銀色と答え、大いに盛り上がりました。そんな中で飛び出したのが、ネプチューン原田泰造からの好きな女性芸能人教えてくださいという質問でした。これに対し間宮さんは、1位は圧倒的に麻生久美子さんとコメントしていました。2015年の女優の七尾さんとのお泊まりデートが女性セブンに報じられたことも踏まえると、間宮さんは根っからの年上好きのようですね。さて、性癖や好きな女性のタイプがあらわになっている間宮さんですが、2023年の7月には暴行事件の過去があらわとなりました。爽やかな印象のある間宮さんですが、暴力事件を起こしていたというのです。当時の目撃者は、間宮さんは当時20代前半でした。脇役でちょこちょこドラマには出ていましたが、まだブレイクする前で、大衆居酒屋にも気兼ねなく通っていたようです。ある日、間宮さんが友人らと行きつけの居酒屋で飲んでいたところ、大学生らしき男性が酒に酔ってトイレで潰れてしまったんですよ。店員に対処を頼むこともできたはずだが、間宮は見知らぬ大学生を解放、酔いつぶれた大学生を運び、彼の仲間と思われる集団のところへ連れて行って、友達が潰れてるよと声をかけたんです。ここまではまさしく神対応ですが、相手は酔っていて大人数だったので気も大きくなっていたんでしょう。感謝の言葉一つもなく、間宮さんに対して、お前誰？とバカにした様子で、間宮さんも親切に行動したことをあだで返されたとあって、ついカッとなって相手を殴ってしまったんです。その姿は、真夏のシンデレラで演じる役柄のように爽やかなものではありませんでした。お酒も入っていましたし、体格のいい間宮さんですから、相手は顔を怪我してしまって、売り出し中の俳優が暴力事件だなんて隠したい出来事でしょうから、穏便に示談で済ませたそうですよ。過去のウェブインタビューで自身のことを、とにかく負けず嫌いと分析していた間宮さん、酔った相手にバカにされたことで負けたと感じてしまったのだろうか。前室の知人は、事件を起こした店は間宮さんをはじめとした駆け出しの俳優がよく通っていたお店だったんです。店主が気さくな人で、間宮さんのことも可愛がっていて、常連が多く、新規のお客さんはあまり入ってこないのですが、その日は様子が違ったみたいです。店内には普段見慣れない若い男性客の集団がいたという。その集団は大人数で騒いで、周囲に迷惑をかけていたそうです。間宮さんは当時まだ20歳そこそこ、もともと正義感も強いですし、とにかく情に熱い、大好きなお店を守りたい気持ちが強かったんでしょう。結局揉めて喧嘩になってしまったと聞いています。ただし、示談で解決させたという件については、少しニュアンスが違うという。喧嘩の翌日、店主から間宮さんに連絡があったそうです。何でもお相手からすごい怪我を負ったから責任を取ってほしいと連絡があり、お店に慰謝料を要求してきたと。しかも間宮さんが芸能活動をしていることも相手にバレてしまったそうです。店主は間宮さんのことを思ってお金を払う意思を固めていたのですが、だったら俺が払うと間宮さん本人が示談で済ませることになったんです。間宮さんはかねてから仲間に、もっと人気になってお世話になったスタッフさんの作品にちょっとした役で出て、自分なら間宮をこんなに小さい役でも使えるんだとみんなが自慢できるような俳優になりたいという夢を語っているという。一度過ちを犯した間宮さんですが、
今回の結婚発表であったように、仕事でお世話になった方々、応援してくださるファンの方々、これまでの人生で関わり、支えてくださった皆様のおかげで、こうして節目を迎えられること、誠にありがたく存じます。まだまだ未熟ではございますが、より一層励んでまいりますので、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。と綴っています。結婚後も周りへの感謝の気持ちを忘れず、演技の世界で邁進していくことでしょう。これからの活動にも注目が高まります。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それでは、また。